刊花田編集長の花田和之です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け見るという番組、今夜のゲストは、産経新聞、特別記者経済のがご専門ですけど田村、秀夫さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。もうたびたびおいでいただいてるんですけども、分かりやすい経済、経済に弱い私にですね、いろいろ教えていただきたいと、こういうことでございますが、今日は総選挙各党の、公約、特に経済に関してのですね、公約について論評をいただきたいんですけど、その前に岸田政権誕生しましたけど、田村さんは岸田政権についてはどういうお考えなんですか。まあ、やはり高市早苗さんが言ってることをそのままやってくれりゃ非常にすっきりするんだけど、なるほど、はい、なんか新資本主義なんてこう言われるとね、なんかね、これは何だと、その何なんですかね、なんか新自由主義からの結露地みたいな話でね、それで新資本主義とこう言ったんでしょうけど、はい、だけど資本主義に真もクズもあるかっていう、なるほど、うん、まあ言いたいのはね、岸田さんの持論っていうか、成長と分配、成長と分配っていうことをしきりにおっしゃいますね、うん、これ、要するになんか最初はね、成長あって、成長あって分配とか言ってたのがとか、成長と分配って両並びになって、うん、で両者をまあ調和したら、その成長と分配の好循環とこういうわけですけどね、はい、うん、まだこの話はね、要するに経済が正常に成長している時なんですよね、うん、正常に成長している典型的な国は、はっきり言ったらアメリカですけど、はい、アメリカのような国はね、確かに経済の倍が大きくなってますから、はい、じゃあね、この余った分はじゃあ、低所得者 中間層にね、分配すればいいという話に、これスムーズにいくわけです、ところがね、経済の倍が25年間も、ね、横ばいかあるいは減ってるっていう時にね、うん、限られた場合を、ね、切り分けなきゃいけないでしょ、うん、切り分けの部分は、はい、いやじゃ あの低所得者の人にじゃあ余計切り分けてあげますって、じゃあ、はい、誰かのやつを削らなきゃいけない話になるでしょ、うん、そうですね、こうするとね、これうまくいかないんですよ。だから成長って言ってんじゃないですか。だから成長しなきゃいけない、うん、だからまずね、成長させなきゃダメな、あ、なるほど、そうですね、経済を健全なる成長の軌道にね、うん、脱デフレとその経済の成長という、うん、本来これはアベノミクスで、安倍さんから、菅さんもそうなったんですけど、このちゃんと目標を考えてたんですよね、うん、ところが自民党 の公約を見たらね、はい、どうもこの実質 2% の経済成長と名目で 3% の経済成長というね、うん、従来から この自民党が掲げてきた公約がね、この数字が、うん、なんか見当たらないんだよね。あ、どうしたんだろうって僕はちょっと思ったんですけどね、うん、立憲民主も、うん、共産も、さらに今与党ですけど公明だってあんまり区別がどうやるつか つきにくいですね。そうですね、そういう感じはしますけどね。で、一応この維新の方はね、はい、その規制改革によって成長ができるんだみたいなところで、うん、ちょっと、他のとはこうちょっと、種類が違うなと。2年間消費税を、5% にすると。その消費税の方は、要するに自民と公明除けばね、うん、ほぼみんな5% に、うん、かなりこう次元的ですけどね、うん、そうですね、うん、あるいはもういっそのことを廃止してしまえという、うん、そういう思い切った、ことを言う野党もいますけど、うん、いずれにしてもこの消費税に触れてるっていうのはね、うん、これはね、私は要するにそのこと自身はね、うん、大いにその議論したらいいじゃないかと、うん、思うわけですよね、はいはい、なぜかというとね、はい、みんな分配だ分配だって言うけども、分配がやはり経済の成長につながるっていうことが非常に明確に見えるのはね、消費税の減税だけなんですよ、うん、というのはね、消費税というのはね、はい、増税するたびにね、要するに中低所得層が一番やられちゃうんです、うん、そうですね、しかも子育て盛り、うん、働き盛りのね、この世代が一番やられちゃうわけですよ、うん、
だからこの人たちのことを考えたらね、消費税をまあ大幅にその減税するというと、要するに非常にこの日本の現役世代をね、あのこう支えることになるんですね。なるほど。でもそれで商品がまあ増えるわけです。うん、で従ってこう全体的にその、このなんていうんですか、内需が盛り上がるわけですから、まあ、経済成長をですね、かなりこう、その押し上げることが可能なわけです。これはまあ各党言ってますね。いやそうそう、まあ、これはね、私正しいと思う。ただ、そうなんですか。ね、だから自公はね、おそらく消費税の増税を、ね、推進した方だからね、これをだから判定せたらまあ偉いんでしょうけど、だけどそれはそれにしてね、だからやっぱり冷静にですね、特にまあ衆議院選の後の、はい、まあ、国会の論戦がまあ当然あるんでしょうけど、消費税の減税に関してはね、やはり真剣な議論してするべきだと、これは私はそう、まあ、思いますね。ただしね、この分配でね、はい、まあ、要するにあの一律10万円があの支給せよとか、さらにまあ低所得の人には、さらに10万円上乗せで支給せよと、まあ、こういうふうなこの、分配、文字通りの分配があるんですけどね、まあ、これはね、あの前回のね、その安倍さんの時の、はい、コロナのほら2020年ですか、あの 5月6月頃に一律10万円やったでしょ、はい、で、あの9割ぐらいはだ貯蓄に回ったんだよね。貯金してるんですよね。そうそう、まあ、その貯蓄に回るのは各家計のまあ勝手なんですけどね、はい、まあ、だけど消費を支えるっていう意味じゃね、まあ、要するにあんまり意味がないというわけです。そうなんですよね、だから目的は何かということを考えるとね、まあ、やっぱりその一律給付っていうのはね、まあ、はっきり言えば本当に困ってる人にはやっぱりそれはね、きちんと、まあ、保障した方が、べきだと思いますけどね、まあ、やっぱり一律こう分配でばらまけっていうのはですね、そうですよ。だからこれ一体何を目指すのか、例はあの山本太郎さんとかなんか、毎月一人20万円給付なんですけど、それがどうすん、財源どうすんだという話です。まあ、共産党はもちろんあれですけど、政権取らないからまあ何言ってもいいんですけど、今度は一応その立憲とですね、閣外とはいえ協力するという約束をしました。そうすると共産党の方が圧倒的に組織力も活動力もですね、立憲よりあるわけですよね。あるでしょうね。立憲なんか地方組織なんか何もないわけですから、はっきり言って、共産党は全部ありますよ。でそのやってますよ、一生懸命なんだかんだ、そうするといざという時にその共産党に牛耳られたんじゃないのと、いうふうにね思います。そうすると例えば共産党が言ってるあの最低賃金1500円とかどうですか、これは。あ、最低賃金ね、まあ、やっぱりやっとこの間935円になったわけですけど、あ、これも確かにその一般論としてはこれはね、上げるべきなんですよね。だけどなぜ上げられないかっていうところですね。それと上げたらね、中小零細企業はもうたちまち潰れちゃうっていうようなね、まあ、こういうギリギリのまあ状況にありますからね、要するに部分的にねこの最低賃金だけこう上げればね、まあ、解決するっていうものでは実はないんですね。やはり経済はマクロ全体でこうまずは考えるべきなんですね。だから賃金を上げるっていうのはその確かに非常に重要なことで、でも賃金が上がるようなその経済環境を作るのがこれが政府の役割なんですよね。法人税率を中小企業を除き 28% に戻せと、共産党です。で法人税率ね、最もなんですか、前回の法人税減税っていうのはね、あれ大体僕はけしからんと僕も思ってるんですよ。あれは消費税のね税率引き上げをね、要するに経済界に賛同させると、納得させるために、バーターでね、それで、まあ、財務省がですね、まあ、取引したいのもんですからね、でこんなね同期不順でね、まあ、ただまあ岸田さんが言ってるようにね、まあ、賃上げをするところにはね、じゃあこれはまあ要するに法人税率をまあ考えるとかね、これはいいんじゃないですか。そうなんですかね、所得税、住民税の最高税率を 55% から 65% にしろと、こっちの方ね、
だからそれは共産党が言ってるわけです。共産党です、これは。まあ、その通りやったら本当に、まあ、まあ逃げたくなるでしょうね。あ、まあ、今の日本経済はいろんな諸問題がこうあってね、一つだけ、ね、いじれば治るというものじゃなくて、なんかあれなんですよね、人間の体で言えばね、もう胃も悪い、腸も悪い、で血管もちょっとね詰まってるっていう話でね、もうどこだけ一箇所だけ直せば済むっていうものじゃない、これがまだないっていうところがね、まあ非常に辛いんで、だからその野党の、まあ、一番割と極端な考え方を持つね、共産党にしてみればそんな知るかっていうことなんですよね。まあそうですね。まあだけどどうなんでしょうね、共産党にだから日本 の、 その経済の成長を考えろと言ったって、これはまあ無理かもしれません。なるほどね、ただそのことぐらいね、C さんね、考えてみたらどうだと、こうすれば日本の経済は本当に良くなって、で国民生活も良くなりますと。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。日本国が今本当に100年に一度もしくは200年に一度の重大な危機に見舞われていて、そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある、そうです、中国が確実に覇権主義に走っている、そうです、その中で日本国が一体どうやって生き残るのかという、そうです、もう最も深刻な問題を突きつけられています。そうです、その時に問われるのは私たちがこの国をどのような国にするのか、はい、自力で国民を守り国土を守ることができる国にするのかどうか、そのためには何をしたらいいのか、一番明らかなのは憲法改正です。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組、キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田調書なるものをね、そのしかもその調書を公開しろっていうことをね、他の調書も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その調書をじゃあ朝日が入手してね公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田調書公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。